深呼吸でカロリーゼロ、どうもナネです。今日はマイナス11キロした私ナルネがダイエット美肌のためにやめた食べ物3選ということなんですけど、その食べ物ね、3選っていうのも禁止してるわけじゃなくて、なりたい自分を目指してる時と肌荒れを治したい時は極力食べないもの、避けてるものを今日は3つ紹介したいと思います。でね、まず今のナルネの肌を見てほしいんです。これ今ノーマルカラーで撮ってます。もう全然違うんです。ナルネ昔ねすっごい荒れてた時期あったんだけど、このフェイスラインとか T ゾーンとかも全部出てたんだけど、今もうめちゃくちゃ改善してて、ノーマルカメラで撮るなんてもう怖すぎたんだけど、これぐらい本当食事を気をつけるだけで変わるっちゃうね。なるねは思ってます。美肌とはスキンケア4割の食べ物6割と思っとっちゃうね。どんだけ流行ってるスキンケア使ってバラバラってやったとしても、やべえもの食べとったら肌ってマジで荒れるけん。でそれをね本当身に染めて思ったのが、今年ね友達の結婚式に行ったんやけど、その前にめちゃくちゃ暴飲暴食したよ。めちゃくちゃ暴飲暴食して、まあ、暴飲暴食するとどうなるかっていうと、うんぴって反抗期になるよね。暴飲暴食するとね、口周りがめちゃくちゃ荒れて、もう友達のもう結婚式って時に口周り荒らしていたんですけど、その時の写真がこちら。友達の結婚式の日に動画撮ってるからまだ残ってるんだけど、残っててみんなからなるね肌荒れ大丈夫っていう風に言われてて、でもここまで改善したっちゃ、今顎にニキビ一個もないんよっていうぐらい食事めっちゃ気をつけたよこの数ヶ月。スキンケアは変えてないよ。一回スキンケア変えずに食べ物だけ変えたらどれぐらい変わるかってことで、めっちゃ変わったんすよ。で改めましても分かってはいたよ、食べ物が大事っていうのは分かってはいたよ。でも、 もう身に染みて、で自分の体で実験してみて、もう3ヶ月でねもうこれぐらい変わったから、今日は食事についてみんなと話したいと思います。今日もナルネチャンネルを楽しんでいってください。でまだ大事な話があったわ。肌ってね、人の体におけるね最大の見える臓器って言われとる。目に見える臓器って言われとっちゃうね。やけん今のうちらのね肌の状態っていうのは、今の体のね栄養状態を示してるバロメーターでもあるっちゃう。やけんね、なりたい自分を叶えるためにも、綺麗な肌を保つためにも、自分に合ったスキンケアと食べ物でこう内側から肌を作ってんぞっていう感覚がすごく大事だ。でもさ、肌にいいものを摂取し続けるって結構難しいやん。なるねはまず何をやったかっていうと、肌に悪いものを避けるってことを始めたっちゃう。だけどみんなにシェアアピしていくよ。はい、ではなるねがダイエット中肌荒れしてるときは避ける食べ物第3位、唐揚げです。唐揚げっていうかね、揚げ物だね。あれ毎回思うっちゃけどさ、コンビニ行って別に揚げ物食べたいと思ってコンビニ行ってないのに、なんかレジにさ並んどったらさ、なんか揚げ物食べたかったのように揚げ物買っちゃわない？あ、でも唐揚げくんヘビーユーザーやもんね。もう大好きすぎて、唐揚げくんのレッド高校生がずっと食べとる。はい、じゃあなんで避けるかっていうと、まずシンプルにね、カロリーがめちゃくちゃ高い揚げ物だから。もうそりゃそうよね、だって揚げてあるんやもん。なんかもう衣とかさ、めちゃくちゃカロリー高そうやん。揚げ物って糖質とか脂質がめっちゃ多いよね。だけどうちらの体に入った瞬間にどうなるかっていうと、皮脂の原料になる。 T ゾーンが特に出てくるやつね。やけん油の分泌量が増えるんよ。油が出やすくなるじゃん。やけんニキビができるじゃんね。特にね、なるねえはおでこと鼻からめちゃくちゃ油が出るタイプの肌なんよね。油物とかめっちゃ摂取しとったらもうすごいスピードで油が噴火してくるんよ。マジでもうファンデーション塗ったよねみたいな。乗れ方すごくないっていう。油を減らすことによって化粧崩れもしづらくなったじゃん。もうこれはもう本当に個人の感想やけんあれやけど、やけんね、ナルネと同じでこう T ゾーンからめちゃくちゃ油が吹き出るよって噴火しちゃうんだよねって人は、まず揚げ物の回数とか減らしてみたら結構肌も変わってくると思うけん、まずやってみてほしい一回。でもそうは言ったけど、唐揚げの場合って鶏肉やけんタンパク質も取れるっていういいところもあるじゃんね。やけん揚げ物の中やったらダイエット中選んでもいいよっていう先生もおらっしゃった。やけんダイエット中に唐揚げが食べたくなったら、なるねはですね揚げない唐揚げっていうのを作って、油は取りすぎずっていうの有効関係同盟を築いております。あと唐揚げ作る時に言われとうのは、皮を剥がした方がいいよみたいなことをよく言われるよね。でもまあなるねは食べるけどね、皮剥いだらシンプルにかわいそうやん。で私はあの皮が好きで唐揚げ食べとうとかあるけん、皮は剥ぎません。皮気になるよって人は剥いで食べたらいいと思います。でなるねは揚げない唐揚げはあの動画にしたことがあるんで、これをぜひチェックしてみてください。ではダイエット美肌強化中の時に食べないもの第2位はカップラーメンです。これはなんでかっていうと、シンプルに塩分が高えと、塩分が高えとどうなるかっていうと、見た目太りになるじゃんね。太ったとかじゃなくてむくむけん見た目太りの原因になるじゃん。で1日の塩分摂取量の目安っていうのが、成人男性で 7.5g 未満、成人女性で 6.5g 未満って言われとっちゃうね。それに対しカップラーメン何グラムぐらいだと思います？ 5g から 6g なんです。ってことはどうなるかっていうと、うちらがカップラーメンを食べた時点でもう1日の摂取量を超え
ですよ。1回で全部いっちゃうのなんかもったいなくないみたいな。どっちかというとこう1日かけてちょっとずつ埋めていかんとなんか損した気分にならん。もう塩分上回っちゃったってなんか悔しくない？そういう理由でカップラーメン避けとう部分もあるっちゃけど、なんか悔しくて。あとはあれ、物によっては小麦粉が結構入っとっちゃうね。なんでカップラーメン小麦粉が入っとうかっていうと、こう弾力とかさ、粘り気とかない？それが小麦粉ない？小麦粉のおかげでそうなっとっちゃうけど、小麦粉の中にそのグルテンっていうものが入っとっちゃうけど、そのグルちゃんは粘り気あるけん消化しづらそうやん、なんかで、うんぴっぴの通り道に張り付いて腸内環境悪くしちゃうんだよね。で、うんぴっぴ反抗期しちゃうぜっていう。で、うんぴっぴが反抗期になると肌荒れするやんね。全部つながってる。食べ物もダイエットもうんぴっぴも。うんぴっぴを制するものはダイエットを制するんで、あのうんぴっぴを反抗期にさせなければダイエットはうまくいきますね。だがしかしなるね、カップラーメンが大好きでございます。やけど、あの食べると肌荒れるわけですよ。で、むくんで顔パンパンになっちゃうね。やけんからこそこう食べる時に気をつけてることっていうのをね、みんなにシェアします。まず一つ目、夜食としては食べない。もうこれ大事。食べるなら朝か昼か夕方。深夜お腹空いた時絶対選ばない。寝る前にカップラーメンとかさ、食べた日に幽体離脱します。で、自分がおりや、自分の内臓の中をこんにちはって見た時に、多分内臓めちゃくちゃ動くと思う。ご主人様勘弁してくれよって。なんちゅう時間にこんなもの食ってくれとんじゃって絶対思っとんよ。思っとんってか、めちゃくちゃ怒りまくっとうよ。やっぱさっきも言ったけど、うんぴぴを制するものはダイエットを制する、美肌を制するわけや。やけん、もう深夜のカップラーメンとか、うんぴっぴたちはね、思ってるよ。こんなにうちらのこと大事にしてくれないんだったら、マジでやってやっからなって、マジでてめえやってやんぞって思って、反抗期になって便秘になって肌荒れるやん。食べようかなと思ったら、一回幽体離脱して、一回幽体離脱して、自分のね、あのうんぴっぴの声を一回聞いてみよう。はい、注意してること2つ目、スープは残す、大事です。体に悪いのは分かっとっちゃうけどね、スープってさ、なんであんな美味しいっちゃうのね。私白米ぶち込んで、白米が汁を吸収するまでちょっと待って食べるのが大好きないけど、やけど、まあ、なるべくスープは残しましょう。なるねがダイエット美肌のために避ける食べ物第1位は、なんでしょう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 。もうみんな大体想定はできてるかなって感じなんですけど、はい、第1位は甘いものです。はい、でしょうねって思ったよね。ダイエットイコール甘いものは敵でしょうって思ってる人、正直にコメントしてください。で、なるねも思ってました。はい、砂糖の甘いもののこれ2個ですよっていう皆さん、もうお集まりお集まりお集まりっていう話なんですけどね。こっからはなるねはですね、もう甘いものが好きすぎるんよ。なるねの甘いもの好きっていうのはね、学生の時から始まったっちゃけど、普通の食パンの上にマーガリンをベッタって塗って、その上に砂糖をベッタってかけるの。もうそのパンがめっちゃ美味しいよ。もうよだれ出ちゃう。それを毎日学校に行く前と学校から帰ってきた時絶対に食べよったん。そしたらどうなったかっていうと、勘がいいみんなわかるよね。ある日鏡を見たら、顔にキノコが生えてきたと思ったら、普通にニキビが生えてきました。常にね、押したら痛いニキビがもう絶対にどっかなるよ。もうなくなることはないんよ。だけど私は顔を使ってニキビ育成ゲームをしてたんよね。甘いもの糖質取りすぎると肌の新陳代謝がもう暴れ狂って、古い角質みたいなことがもう排出されなくなって、毛穴に詰まりまくって、そりゃニキビ発生するよねっていう。当時も肌も荒れたし、めちゃくちゃ太ったんよ。すごい太った。これはどうにかせないいかんばいってことで、なるねはですね、砂糖との絶縁を決心いたしました。でも奴らって無視しようとしてもすっごい目合わせてくるよね。インスタのリールとか TikTok で流れてくる、突然流れてくるあの美味しそうな甘いものやめてくれよ、今笑わないでくれよって毎日思うもんね。なんか iPhone のさ、ナイトモードみたいなのあるやん。ナイトモードみたいな設定みたいな感じで、こうダイエットモードみたいな設定を iPhone に組み込むべきだと思う、私は。今ダイエットしてるよっていう設定をしたら甘いもの流れてこないみたいな。じゃないとマジで終わらないよ。気づいたらコンビニのパターンすっと思う。びっくりびっくり。でもさ、こいつとは絶交したいって思えば思うほどさ、彼の存在が気になるのっていう経験ありませんか？会いたいのに会えないみたいな、もう甘いものの存在が気になりすぎて、会いたいのに会えないみたいな感情がもうストレスになりすぎて、ある一つでも堪忍袋の尾みたいなものが爆発したわけですよね。台所の棚を全部開けまくって、ママとか妹とか隠してるものとかをもう部屋中から見つけてきて、心の穴を埋めるかのように開けまくったんです。そして罪悪感で悲しくなる。そう、なるねえから甘いものを奪い取るということは、中山きんに君から筋肉を奪い取るのと同じなんです。だからね、ここでなるねえは考え方を変えたってさね、甘いものとは友好関係同盟を結ぼうと。そもそもさ、なんか料理を作ろうと思っても砂糖が入ってない料理を探すなんてさ、ボーリーを探せぐらい難しくない？
甘いものなんて作ろうとしたらもう砂糖が入ってないわけがないやん。でそこでなるね思いました。ダイエット中でも罪悪感なくお付き合いしてくれる砂糖はないかなって、そしてなるねは出会ったのです。マイフィアンスに、それがラカンと。みんなねもう見たことあるよね、なるねの動画に何回登場してるかわかんないもんねって感じで、この子に出会ってからはてて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 てブン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 、あれ何モードって言うんだっけ、あそう無敵モード、そう無敵になったね、ててててってなったね。ラカントとの最初の出会いっていうのが、うちお母さんもおばあちゃんもファミリーでラカントやけん家にあったよね。なるねはですね砂糖の消費量がえげつないわけですよ。なのでですね、あの砂糖ぶっかけパンっていうのを作ろうと思った時に、あのラカントをかけようとしたんですよ。まあ要するにラカントぶっかけパンみたいなの作ろうとしたんですよね。そしたらママにですね、大事な砂糖やけんやめてって言われたんですよ。やめてって言われたら使いたくなるよね。でも今ならわかる。私が母ちゃんに会って子供がえげつない量のラカントをパンの上に乗せようとしたらマジでブチギレる。なぜならお値段がセレブなんや。しばらくは自分では買えないなっていう風に思ってたんや。やけどよく考えて、私コンビニ行ってはご褒美のアイスはバン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 買うっちゃけん、そのアイス代をラカントにかけてみたら、これまた私なりたい自分への階段一段上がっちゃうんじゃねと思って、最初だいぶ悩んで手に取ったのがラカントとの思い出。でラカント一番の良さって何やろってこう考えた時にさ、分かったんや、ラカントってダイエットイコール甘いものを我慢するっていう常識を覆したんよね。すげえと思った。彼と出会ってからは本当 TikTok 見よって甘いものがバンって出てきても怖くなくなったっちゃうね。だってうちらのバッグにはラカントついてからっていう強い気持ちになるから。この子の常識覆すポイントは私今から語らせてほしいっちゃけど、はい、まず1、カロリーゼロ、甘いのに。2、血糖値を上げない、甘いのに。もうダイエットにおいて血糖値を上げないってことがもうどんだけ大事かっていうのを勉強すればするほど思うわけですよ。なんでかっていうと、まあ、簡単に説明すると、食べ物で糖質を取ると血糖値、血の中の糖質ね、それが爆上がりするわけですよ。糖の量爆上がりって。そしたらどうするかっていうと、うちらの体めちゃくちゃ賢いんよ。賢いけん膵臓から、あもう血の中の糖を抑えてって、血糖値下げて下げてっていう命令が出るんよ。まあ、それがもうインスリンっていうホルモンなんやけど、このね血糖値下がれやがれって出てくるこのインスリンじゃん、まあ厄介で血の中の糖分を脂肪に変えてこう体の中に溜め込むみたいな働きがあるらしくて、やけんこう血糖値って緩やかに上がっていく分はいいらしいっちゃけど、こういきなりバカーンってもうジェットコースターってなるのがいかんらしい。ジェットコースターってなるってことはもう太る原因になるところだよね。この血糖値が上がらんの彼は。でなるんですよ、その話を最初に聞いた時に怪しいって思ったよ。ごめんなさい、もう本当にごめんね。カロリーゼロ商品結構置いてあるやん。なんかそれにあんまりいい印象を思ってなくて、なんでかっていうと食べるのにカロリーゼロって何っていう風に思ってしまってたんよ。思っちゃうよね、怪しいって思ってたんやけど、なんとこれ安全性が高い。なんでこれは甘いかっていうと、ラカンカっていうもう自然に生えてるやつを持ってきて、ラカンカとエリスリトールっていうやつで植物から来とる美味しい甘さない。だけどよく巷でさ、人工甘味料は良くないって言われたやろ。だけど人工甘味料からすれば、私が人工甘味料やとして、植物由来やけん、まあ、一目置かれた存在みたいな、植物由来さんですねっていう感じでね。なるね、デメリットも聞いたっちゃん。血糖値を上げないっていうのがメリットなんやけど、逆に言うとさ、低血糖の時血糖値を上げようと思ってラカントを使っても血糖値が上がらないから別に効果はないっていうデメリットもある。低血糖ってなんでなるかっていうと、なんか忙しくていつもより食べる時間が大幅に違ったりとか、あと空腹でめっちゃ運動したりとかすると低血糖になる。でなんか、あなんかちょっと具合悪いなっていう風になるよね。でそういう時に、まあ、低血糖だから甘いもの食べないとと思ってラカント食べても意味がないよっていうデメリットがある。でもなるねみたいに甘いものが大好きで、なるねみたいに血糖値ってジェットコースター上がるんだよっていう私にはですね、神みたいな砂糖なわけよ。ラカントって結構今ダイエッターがめっちゃ使っとうイメージありやん。そうじゃなくて、最初は糖尿病の人のために作られたよね。だけど今もう病院の治療食としても食べられとっちゃう。でなるねのですね、あの亡くなったおじいちゃんがですね糖尿病だったわけですよ。でおじいちゃんちっちゃい時に亡くなったんやけど、ちっちゃいながらでめっちゃ覚えてることがあって、お腹にね注射打つので、私も怖くて、もうおじいちゃん注射打ってる怖いっていう風にやっぱ思ったよね、ちっちゃい時に。でなるねのおじいちゃん結構本当に吸収男児みたいな感じやったけん、我慢したりとかがあんまり得意じゃない、あんまりしたくないタイプで、もう甘いものとかも大好きで、すき焼きに白砂糖一袋とか入れよったよ。びっくりしたよ。リトルナルネーも思ったよ、さすがに。砂糖入れすぎじゃない、糖尿病だよね、注射打ってるよね。でも、あの、寿命よりも好きなことで生きていきたいみたいな考え方もあるって思って、すっごい量だなと思ってて、私めちゃくちゃ虫歯になった。めっちゃ関係ないけど。
で、ナルネが今思うのは、おじいちゃんがね、今生きてたら、まあ、おじいちゃんはね、我慢が嫌いで甘いもの大好きだから、ラカント使ってね、作ってあげたりとか、なんかいろいろできたのかなって思うよね。もうおじいちゃんにはできんけど、妹だったりとか、友達とかだったりね、ご飯作ってあげたり、お菓子作ってあげたりとかね、してやりたいなって思う存在。思う存在思う次第です。話変わるっちゃうけど、私この前アメリカに行ったよね。アメリカの高級スーパーみたいな、エラワンっていう高級スーパーがあるっちゃうけど、もうそこに入ったら興味深いものがいっぱいあったっちゃうけど、その中にね、なんとね、ラカントもあったよ。びっくりした。アメリカの高級スーパーにラカントで、なるねえばね、ラカントって日本の中だけだと思っとったっちゃうね。セレブ御用達のスーパーの中、私が食べてるラカントも存在しちゃってるんですけどと思って、なんかこうちょっとなんかこう胸張って歩けたよ、スーパーの中を。で、その次にアメリカのカリフォルニアに行ったっちゃうけど、エキスポっていう次の生活の最新のトレンド発表みたいなのがあるところに行ったよね。そしたらなんかそこにもラカントあったよ。やばと思って、背に伸びたどころか身長多分2センチくらい伸びたもんね。で、なるね、ラカント具体的に何に使ってるかっていうと、普段の料理の調味料としても使うし、甘いものを作る時にも使う。この子のいいとこっていうのは、熱加えたら甘さとか変わるんかなって最初思っとったんですけど、熱加えても甘さ変わらんのよ。普通のレシピに書いてある分量と変わらず使えるけん、例えばさ、砂糖大さじ1って書いてあったら、そのままラカント大さじ1で使える。よく作ってるバナナパンケーキの中に入れたりとか、最近はね、ウーロンミルクティーみたいなして作るよっちゃね、中国でめちゃくちゃ流行ってるんよ。ウーロン茶の中に牛乳をちょっと入れて、私はそれじゃ甘さが足りんけん、ラカントのシロップ状になっとラカントが入っちゃうけど、それを溶かして飲んだりとか、温めて飲んでも美味しいっちゃけど、その時はこれ入れたりとか、気持ちが落ち着くというか、ボン茶とかにうっとる味になる。今度作ってるとこを動画にするね。はい、以上がね、ダイエット美肌のためにやめる食べ物と、食べたい時はどうしたらいいのかっていうのの紹介でした。第3位は唐揚げとか揚げ物だったね。第2位がカップラーメン、はい、第1位が甘いもの。でも実際この世にもう 100% 食べちゃいけないものってないと思ってて、ダイエット中一番ダメなのがストレスと思っとうけん、我慢ってストレスになるやん。けんどんな食べ物も食べるように工夫できると思っとうけん、みんなね、食事を楽しむことを忘れずに、食べることイコール生きることだから、ご飯を食べる、いただくってことを楽しみながら、これからも一緒に生きていこう。うちの人生が80年と仮定して、1日3食毎日食事をするとしても、うちらのね、一生の食事の数っていうのは8万8000回しかないよ。今日も京都でその8万8000回からどんどん減っていってるからね。限りあるんだよみんな。いつまでも食べれると思ってない。食べるっていうことにもちゃんと終わりがあるから、その一回一回の食事をね、楽しむことをこう大切にしながらね、みんなで食べていきたいなと思います。美味しい料理が出てきた時にさ、これを食べたら 0.1 キロ増えそうとか 0.2 キロ増えそうとかやったらマジで楽しないやん。あとはイベントごととか、友達の誕生日とか、自分の誕生日とか、ゴールデンウィークとか、クリスマスとか、めちゃくちゃ食べ、もう一瞬の増加より一生の思い出だから。あくまでも日常もね、ちょっとずつ気をつけていこうねっていう動画でした。逆にあれね、みんなに聞きたいのは、この食べ物やめたらすごい体調子良くなったとか、肌が綺麗になったとかあったら、みんなの意見もコメントで教えてほしいな。お願いします。じゃあ終わります。待ってろよ、今日より可愛いアストラジム。またねー。